リーランスのセゾンプラチナビジネスカード、年収チャンネル限定、初年度年会費無料、最大10万円キャッシュバック、税金支払いが超お得、概要欄からお申し込みください。社員と業務委託の違いというか、やっぱり社員の良さは、うん、融通が効くみたいなのがかなり大きいかなと思ってて、あと社員辞めません？いや、それはめちゃくちゃ辞めますめちゃくちゃ山本ジョーはちょっと来月からこれ好きなマンやるからこれやってよっていうのはできないですよね、できないですよね、はい、うん、あと大変なのはビジョンがあるかないかっていうところで、前僕動画でもビジョンあった方が社員の給料安くなるんだよって話を思いましたんですよ、このチャンネルで、はい、すごいですねその意見、だからまあ言い方悪いですけど、僕のまあストックさんの社員じゃないですけど、マインスたちっていうのは多くの人は別にストックさんに何の恩義というかロイヤリティもない人が多いですし、別に報酬もまあ、すごくこう還元率じゃないけど、分配率で言うと結構高いですよ。でもこれもし僕が世の中のフリーランスをどうたらこうたらで、社会をどうたらこうたらして、世の中の貧困層がどうたらこうたらのカンボジアに学校建てたいみたいな言ってたら、まあ優秀な人が集まるか分かんないですけど、仮にそれで共感して集まったら、今の半分、いや3分の1でも全然人は回るだろうなと。まあ優秀じゃなかったら今の売り上げ立たないんで、まあそれを全体一旦置いといて、今の売り上げをその人件費3分の1でやったら、シンプルに僕の年収って多分あと3倍ぐらいになる。なるほど、3分の2がそういうことか。なるほどなるほど。でもならないのはなんでなんですか？まず2つ理由があって、1つは僕にそもそもビジョンがないから、後付け作れるもんじゃないから、でもう1個は作ったとしても、僕がビジョン作って集まる人っていうのは多分僕と違うタイプの人だ、僕はビジョンに共感しない人なんで、違う思考の人が集まるんで、多分そういう人は受託で売り上げが作れないだろうなって思っちゃうんで、まあ要は優秀な人が集まんないんじゃないかっていう、1ね、 B2B のクライアントワークっていう意味においてはっていう感じなんで、大浜さんの経営スタイルはいつも勉強になってます。いや全然参考にしてないですよ。逆言ってますから、はい、そうですね、ビジョン、それに対して、非常に答えづらい質問だったと思うんですけど、実際ビジョンがあると採用しやすいですか？いや、でもビジョンはやっぱめちゃくちゃ大事ですね。うちで例えば、なんでうちに興味持っていただいたんですかっていう話すると、やっぱり相手の力で教育を変えていくっていうビジョンであったりとか、こういう教育を作っていきたいっていうビジョンに共感しましたっていう人が多いんで、やっぱり採用においてはめちゃくちゃ重要だなと思いますね。なるほど、はい。でさっきの給与がどうとか、それによって安くなるか高くなるかっていうのは、これは多分、確かにそういうことですね。ちょっと待って、いやちょっと待って待って、それちょっと待って、確かにノーカットで覚えてる。ノーカットで、ちょっと待って、そこね、でもそれはね、会社によると思うんですよ。例えば、Google とかもビジョンあるじゃないですか。で、GAFA って言われるところビジョンあるし、ビジョンありつつ、多分給料高いじゃないですか。なので、会社のフェーズとかによる気がしますけどね。まあまあ確かに、それはそうだね。なのでビジョンがあった方が給料が安くても来たいっていうのは実際事実だと思うんですよね、特に私たちの業界で、そもそも教育業界なんで、教育業界でめちゃくちゃ給料が高いってイメージで多分皆さんもないと思うんですよ。でそれが教育で働きたいっていうこと自体が、まあ、そもそも結構ビジョンに基づいていることが多いんで、でも例えばコンサル業界でもなんかビジョンを持って働きたいっていう人っていると思う。例えばいろんな大企業を通じて世の中を良くしたいっていう人もいると思うんで、ビジョンのありなしがイコール給料のが低いか高いかっていうことには必ずしもならないんじゃないかなと思いますけどね、ビジョンがあるから給与が仮に高くなかったとしても働きたいっていう人が来るっていうだけであって、給料を下げるためにビジョンを設定してるわけじゃないんだよってことですね。そうですね、はい、もちろん私たちもまだまだね、給料もそこまで高くないかもしれないですけど、一応毎年その給与水準を上げていったりっていうことはしてますし、こちらがその規模によるんじゃないかなと思いますね、フェーズとか、ね、普段そういういじりを身内の時にさせていただいてます、はい、そうですね。ビジョンがあるデメリットってあるんですか？ビジョンがあるデメリット、なんかないよりはあった方がいいんちゃうかなと思うんですけど、いやでも例えばですけど、ビジョンがあると基本的にはもうそれがイコール会社であったり社員全員社長を含めての行動指針になると思うんですよ、ね、なので例えばビジョンをめちゃくちゃ掲げてるのに、なんで例えばその事業をやるんですかとか、僕自身例えば教育やってんのに、なんでじゃあ飲食店やるんですかとか、なんでそういう例えば生活スタイルなんですかとかっていう、その一貫性がやっぱり求められるんですよね。突っ込まれるんですか？突っ込まれます。だからね、はい、ある種社長社長より偉いものができるみたいな。そうですそうですそうです。だから後から社長が意見変えられなくなっちゃうね、なるほど、じゃあ舵取りしにくくなる、まあまあその説はあるよね、
それはめちゃくちゃ大きい気がしますね。地味にやっぱりその会社でやってて、なんかいろんな人たちと話したりしてると、あ、そういう事業あるんだとか、働き方もあ、そういう働き方があるんだとかってなるけど、今ビジョン掲げてしっかりそこでみんなでやるぞって言ってるのに、社長がなんか毎日遊んでばっかりとかだと、うん、本当に達成する気あるんですか？はい、確かにちょっと遊びにくくもなって。そうなので、そういうこう自らにもちゃんと行動規範にもなる気がしますね、ビジョンっていうのは。ビジョン作ってしまうとちょっと制限ができちゃうと、うん、それは縛られちゃうと、それは絶対ある気がしますね。めっちゃ儲かるやんこれ、はい、っていうのができないのよ。できないです、はい、なるほど、うん、おかしいことになるね教育言うてましたやんって言ってて、何で一緒に結局金かんやんって言われるんですね。そういうのは絶対あると思いますね、はい、だからさっきあの加藤社長もおっしゃったように、うん、本当に自分がやりたいと思ってることじゃないと厳しいと思います、やっぱり、うん、社長が本当にそれを思ってないと行動に、そう、ね、うん、そうです、そうです、うん、じゃあ作り物のビジョンを掲げちゃったら後で痛い目見るんです、はい、厳しいです厳しいです、はい、俺は会社員の時にビジョンっていうのか、クレドっていうのか分かんないけど、っていうのがなんかあった時に、うんうん、クライアント第一って書いてて、うん、俺はなんかそれ見てへりくつみたいな感じになっちゃうけど、うんうん、クライアント第一だったらただでやった方が良くないって思っちゃったのずっと、うん、なんで金取んのクライアント第一なの、自分第一じゃんって思ってた。それを感じながら働くのがちょっとなんかしんどかったなるほどね、クライアント第一って書けよみたいなそうクライアント第二どんなクレート、尖りすぎでしょ、尖りすぎだなすごいな、自分が儲かるためにクライアント満足させなきゃいけないわけ、はいはいはい、確かに確かに、だからクライアントをしっかり儲からせますよ、クライアント第一って言うとなんかもう薄っぺらいなって思っちゃったりしたんで、でも社長がすごい一生懸命考えたって言ってたから、うんうんうん、もう2社しかないからもうほぼ特定されちゃうんだけど、それはなんかあんま好きじゃなかったかな、働いてる側として。でもなんかよくあの採用の場でも何で人が入ってくるかが結構何で退職するかにこうイコールになるみたいな話があって、じゃあ会社として本当に何で人をグリップしていくかっていうことの価値観の違いな気がしますけどね。例えばストックさんだったら還元率っていうか、やっぱり若くして結構稼げるっていうことかもしれないですし、うちだったらこういうビジョンを達成するだと思いますし、あとはこの人がいるから働きたいとか、そういうこう会社によって何で人をグリップするかっていうのが違うっていうだけの話な気がしますけどね。社員を採用しちゃうと社員に言えない悩みみたいなのができちゃって、社長特有のね、社長特有しんどいって聞いたことがあるんですけど、これ誰も言わないからちょっと、いや映ってもらえない映っちゃってんのよ、うん、全部カットする、あ、本当大丈夫、信じてカットするか、全部使ってくださいえ、なに、社員に言えない悩みが出てくるんじゃないか、そうって聞きますよね。だからよく飯食ってる時に言ってんじゃん、うんうん、最近可愛く入ってきたからやりてえとか言ってねえわ言ってねえわ一回見てな、これは本当に言ってないですからねそうですね、悩みか、あ、でもそれは結構幻想だと思いますね。幻想、うん、例えばよく社長は孤独とかってあるじゃないですか、うん、でもちろん言いづらいことはあるんですけど、うん、昔は僕も結構そうだったんですよ、うん、やっぱ例えばぶっちゃけ今のまま行くと会社やばいなとか、うん、っていうのって社員に言ったらみんな心配して辞めちゃうんじゃないかとか、うん、昔そう思ってた時期があったんですけど、うん、でもある時を境に結構もう全部言うようにしたんですよね、うん、もう一応今 PL も全部公開してますし、うん、基本的に経営会議の内容を毎週公開してるんですよ、うんうんうん、で人に関すること以外全部公開しようってしてて、うんうん、そうすると意外にみんななんかやばい時こそ、うんうん、あ、やばいからちょっとみんなでここ頑張ろうとか、うち去年コロナで結構死にかけたんですけど、うん、その時もみんなで頑張ろうとか、あと Google のアップデートでサイトがもう売り上げめちゃくちゃ落ちちゃって、うん、毎月数千万赤字が出るみたいな状態になった時も、うんうん、僕がこうみんなにすいませんと、本当にこうなってしまいまして、半年後にもしかしたら会社潰れるかもしれませんみたいな、まあ、隣社長みたいな、本当本当、あの泣きながらね、うん、勝手に涙出ちゃったんですけど、そういうこととかもやったんですけど、そうすると意外にみんな一緒に頑張ろうとかってなってくれるんで、孤独に感じることはなくなりましたし、結果的にあとみんなも士気上がったなって思うんで、うん、むしろどんどん公開していった方がいいかなとは思ってますね。でも公開したらなんか、うん、こんなに資金溜まってんやったらもっと給料くれよみたいな言われないですか、うん、あ、でもそれも全部説明するんですよ、うん、例えば利益は出てるんですけど、うん、この分は一応みんなには例えば還元するけど、うん、来期はこういうところに投資をしていきますっていうような、ちゃんとその説明をすれば、みんなも基本的にはビジョン達成とか理念の達成っていうところで入ってきてるんで、うん、結構納得はしてもらいやすいんじゃないかなと思いますね。めちゃめちゃオープンですよ、そこまでやってる会社あんまないんじゃないですか、はい、まあ、だから最後の給料を取ってる取ってないっていうね、対局のところも結構あると思うんだけど、今いくら取ってんだっけ何ですか今、うん、薬品保証いくら取ってるんですか。薬品保証、あ、ね、ピー
ーマンです全然オープンにしちゃった全然オープンにしないじゃないですか違う、それはさだからオープンにはするんですけど、うん、そうは言ってもみたいなあるじゃないですか、はい、どっちちょっとパソゲーに、まあ、そこはできない部分が、うんまあ、でもあの規模の割には全然取ってないですよ本当に、うん、もう平均以下みたいな感じですか、うん、だと思います。はい、2000万ぐらい、まあそこまでいかないですね。1500万ぐらい、当てに来てるな。なるほどね、はいはい、確かにまあ本来だったらね、はいはい、あと何倍も取ってもいいところを一応抑えてるわけですね、はい、まあそうですかね。それはだからさ、はい、いつも飯とかさ、はい、まあ仕事の話をするときに、飯行ったときに領収書もさ半額分しかもらわないじゃない。はい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 、あれは何の良心なの。いやだからそれも自分の中でこのお金は会社のためのお金なのかプライベートなのかっていう記事ですかね。例えば鴨久社長の場合は一応仕事を発注してたりもするんで仕事先の方とも言えるんですけど、あとはでも一緒にゴルフもしたりする友人っていう位置づけでもあると思うんで、そこは自分なりに今日の中で会社につけていいのは半分ぐらいかなっていうような感じにしてますかね。なるほどね、はい、いい人だね。いい人ですね全然全然。鴨さんは役員報酬いくら取ってるんでしたっけ。今期 1.1 億円、はい、あちょっと増えてる。増えたんですね、1000万円。だるま方式で。でかくした方が伸びるかなみたいな。そこは全然違いますよね、うん、僕本当その本当10分の1とか規模は同じぐらいなんですよ、ね、規模は同じぐらいなんですけど、うん その分どんどん事業に投資してっていう感じですかね、うん、じゃあ他、はい、社員に言えない悩み。いや言えない悩みか、うん、ビジョンが教育系なんだけど、うんうん、社長はバカ高い家賃のタワマン住んでバカ高い家賃のタワマン住んでないですよ上場やっぱしんどい。いやめちゃくちゃ大変っすね、うん。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。全社募集中。概要欄をご覧ください。